こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はニンニクの追肥をやろうかなと思っています。まあ、ニンニク玉ねぎは高知では2月の末までに肥料分を追肥をするとしても最後にして、あとはニンニク玉ねぎの締まりを良くするために月1回の小石灰であったり苦土石灰かカキ殻石灰などをお酢で溶かした液を月1回かけると、収穫の時にはかなり締まったいい球根が取れると思います。だらだらと追肥を窒素分をやっていくと、確かに玉の周りは大きくなりますが分球します。例えばニンニクが分球すると6片はもう6片以上は分球しないかもしれませんが、葉ニンニクなんかはちっちゃい球根がたくさんできて周りは大きくはなってるんですけど、分球が進むと小さい球根がたくさん取れるので、まあ、なるだけ大きいしっかりしたニンニクの球根を取りたいですので、高知では2月の末までが限度かなと思います。その後はもう球根をぐんと締めていくようなやり方で、収穫までに窒素分がなくなるという形を作っていきたいなと思っています。今日息子は道路を畑を見ながら車で通ったところ、ちょっとニンニクが黄色くないか肥料が足りんのじゃないかっていうことで私に言ってきましたけど、私も気になって見に来ましたところ、もう一度黄色くなった葉は緑には元へ戻らないので、新しく出ている芽が黄色いのか緑なのかによって判断をしていますので、見たところ新しい芽は緑ですので、特別濃い緑でもないですし、ちょうど色はいいぐらいの緑なので窒素が切れているという感じではないと思います。でもまあ今日が最後の窒素分の追肥ということでやっていきたいと思っています。ちょっとニンニクを見ていただきましょうか。ニンニクが黄色いって言ったのはこの辺が黄色いと思います。まあ葉ニンニクでだいぶ収穫して食べてますので、もうまばらに近くここら辺は残ってないですので、下葉が黄色くなってるのですごくこう黄色が目立つように思いますが、もうこの左側のこちらを見ていただいたらもうすぐこれ糖が出るようになってますので、もう球根がそろそろこれから大きくなっていくと思います。元もこんなに大きくなってるので肥料が足りないということではないと思いますが、もう最後の追肥として今日はやっていこうと思います。この見て黄色いがちょっと説明してくれる？黄色いというか黄色いと思ったやところ、ここなんか見てもらったらそんなに黄色くない木、両頭焼き、まあそんなにもうちょっと緑が濃ゆくてもええかなというのはあるけど、もうこれは困ったというほどの黄色さではない。ニンニクではない、元もこんなにがっしり大きくなっちゅうし、まあ今日最後の追肥にします。で向こうの6辺を見てもらったら向こうはもうめちゃくちゃいい色が、外から見たら葉っぱが外が黄色い木、うん、ちょっとそう思っただけで、中は黄色もない木大丈夫ということだろうね。そういうことで、こっちの6辺は全然問題なしと。6辺は成績がいいわ。6辺の株の立ち方はすごくいいです。こんな感じがいいわ。そうそんなになったら葉も太いし、この黄色下枯れ中下葉はのけんでもいいが、のけんでもいいもん、それはそのまま放っとったら気にせんでいいってこと、うん、葉っぱも広い色、うん、だからそれは調子がいいと思う。6辺はここはもう去年のうちの残りの球根を植えたがやけど、やっぱり一回これ病気来ちゃったかもしれんね、生育が悪い木、うん、まあ、掘り上げた時にどんな形になっちゅうか。すごい寒い、風で声が聞こえんかも。道粉のメンテナンスで、うん、オイルとか最近見る？見てない、しばらく前にエンジンが一回壊れたことがあるやん、焼きついて、その時はオイルがカラッカラになっちゃったやん。ちょっとオイルとかもう見ないかんで、見てみようか。全然ない。あるかい？ない色？ない。
それ壊れる。ちょっと待って待って開けて。ほら、L、これについてない。ついてないし、これ上までいっぱいないと考えろ。そう。結構。この間、この間ショイで見た時はオイルがここから漏れるぐらいあったんで。これいかんで。大丈夫かなと思ったけど、ちょっと漏れたけど。今日このままでやったら焼けてくる。オイルがないき、ちょっと入れてきます。こちらの豆腐の方は、ここにオイル入れるとこあるけど、ここにゲージがあるので、この赤い丸いのより上にあるから大丈夫と思うけど、ここはこれもこれも一緒や、つづ違うやろ。そう、どっち側でも見えるような違う。うん。ここにオイルが少ないので、ちょっと入れてきます。ガレージ照英まで行って入れてきます。ガレージ照英に着きました。次男にちょっとオイルを入れてもらおうと思っています。ちょっとオイルがなくなったき、これ、うん、これ口蓋つあるけど、どっちでもこれ多分入れようよから入れたら多分そうやと思う。うんね、映画やと思うけど全然ない、全然ない。怖いこと焼きよったないろ、全然ない。覗いてない、もう音全然ないじゃん。危ないところやった。危ない、焼きつくで。オイルをじゃあ、うちのオイル高いけど入れるかい。ごめんごめん。すみませんね、厄介な親で。ここ開ける？うん。じゃあ開けて、開けて。はい、どうぞ。おお寒い。今日の風もまた冷た。オイルはですね、今店にあるやつが 10W の45っていうオイルしか、この近辺のやつがなかったんで、これ入れます。これまあニューテックっていうメーカーのやつです。すみませんね、高いオイルを使って、うん、全然かまんけど。早ように言うちょかな、焼きついてから大ごとになる、うん、オイルは見よらな。そりゃそうだけど、前見たときは待ってるぐらいありよったけど、漏れやすいだったら、うん、漏れてはない、うん、なくならんけどね、普通はオイル上がりぐらい。ああ、クユーロか、うん、リングの方から上上がり。ああ、燃焼しようかもしれんね、もうだいぶ弱ってきて、ピストンとシリンダーの隙間がフルになってきたら、そこから燃焼するというか。結構入る？結構入るで、全然まだまだ全然からない。怖いこと焼きつけよった、うん、まだ入る？まだ入る。今 0.5 リッターぐらいこれに入れたわやけど、おっと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 、うん、もういっぱい、うん、いや、わからん、うん、だいぶ、だいぶ貴重ような。上が来た、うん、うん、こう、上いっぱいまで。これで一遍エンジンかけて、うん、オイル上上げてみな、分からんと、うん、まあ、減るかもしれない。減るかもしれない。減る？いや、あの回る気、空気が入っちゅうっていうか、隙間にこう全部行き渡るいうか、これどうやってエンジンかける？うん、それね、まず運転チョーク、はい、オイルはこれでどうなっちゅうか。あ、いっぱいいっぱい、大丈夫、負ける場合いっぱい、きちゅうき、これで大丈夫？大丈夫、ちょっと不直機、うん、ドロドロになって、これはドロドロやないね、中が粘りのあるオイルになって。どういうことは、どういうことで、どういうこと、どうかな、見てないし。そっちのオイルすごいドロドロやったろ、抜いちゃわせんき、古いのと混じったき、うん、混じる言うて、もう入ったら全部カラカラやったき。そんなもんなんが、何が粘り、オイルがすごい粘りが、粘りはこれはあんまりないやん。いや、その、あ、もうドロドロになったら、うん、あれやけど、ほら、こんなもん、この、そんなもん、うん、もうこれ多分 0.6 リッターぐらい入
入るがやけど 0.5 リッター入っちゅうきいうことはもう 0.1 リッターしかなかったなかったいうことやき、まあまあもうほぼほぼ全部新品に変わってはないけど、こんなもん危ない、うん、危ないとこやった、うん、危ないとこやった、モタル言わんかったらそのままエンジン回しちょった、うん、はい終わりです、はいはい、ありがとう、今からいて肥料かけてきます、はい、はいはい、定期的に1週間に1回はいらんけど、うん、まあ、1ヶ月1回ぐらいは、ああそれは何ヶ月も見てない、うん、1ヶ月に1回ぐらいは見るようにした方が多分いいと思います、はい、はい、ありがとう、はい、オイルをガレージショーで入れてもらったので今から液を作ってニンニクと玉ねぎにかけていきたいと思います、500倍です、140、はい、もうちょい入れよう、それ玉ねぎもかけるわ、玉ねぎのちっちゃいところ、はい、エンジンをかけます、ニラもかけます、玉ねぎかけるは一部だけ、全部はかけん、まあ全部かけてもかまんかな、最後焼き玉ねぎも最後、うん、じゃあかけよっか、まあ、かけたからほいたら説明してくれる、ちょっと残ったので人参にもかけます、終わりました、玉ねぎの色はもう本当に肥料が効いてる色です、ちょうどぐらいの色ですので、まあやってもやらんでもいいかなと思ったけども、今日が最後にニンニクもしましたのでついでにかけましたけど、こっちの通りは結構株元も大きくなってるのでちょっと少なめにかけました、真ん中と向こうの端の半分から来たが苗がまだ小さいですのでちょっとたっぷりめにかけまして、あと向こうの鉢の半分から南とこちらの1メーターぐらいを株が大きいですのでちょっと少なめに肥料をかけました、あとはもうこれでずっと様子を見て
今日が最後のつもりでかけていますが、この真ん中がひょっとして真ん中とそっちの小さいのがもうちょっと肥料が欲しいかなと思うようでしたら、この小さい分に関してはもう一度ぐらいやってもいいかなと思っています。今日はニンニクと玉ねぎを窒素分の追肥は今日で終わりにしようと思います。ひょっとして玉ねぎの小さい苗のところがまだ少しありますので、そこだけもう一回かけるかもしれませんが、まあかけてもそこの部分だけになります。それも一回だけ。今日はこの豆腐で肥料をかけましたけども、かける前に息子がオイルあるかねって言われて、息子が言わなかったら私は一人で黙ってオイルも見ずにかけてたと思いますが、開けてみたところ、オイルがもうほんと少し、もう本当に少ししかなかったので、今日は焼けつくとこでした。以前も焼けついてこのエンジンを息子に変えてもらったんですが、今回もなんとか息子に助けられて焼けつく前に気がついてよかったです。やはりオイルは時々見た方がいいですね。前のことはすっかり忘れていますもうかけることに夢中になってるので、オイルまでちょっと気が回らなかったんですが、次男も月1回ぐらいは気をつけて見た方がいいでって言われました。でもおかげで助かりました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。2個このオイルに気をつけましょう。はい。